吉田さんこんばんは。そして億万長者合宿裏の皆様、最近はね、厳しい動画をパチパチパチっと出したんですけども、厳しい動画を出すと妙に反響がいいんですよね。スカッと叱られて本当に目が覚めましたって言ってくださる方もいらっしゃいますし、今まで自分のだらけてたところがね、本当にこれで、気合が入りましたとか言ってくださるのはいいんですけども、私に挨拶してもあんまり意味がないんですよ。というのが、その後結局は動画を量産するでもなく、ブログもね、更新が止まってるし、それから FX やるって言ったのやらないしとかね、結局こっちだったらうまくいくかな、こっちだったらうまくいくかなっていう風にあっちこっち行ってどんどん疲弊してるんですよね。でやったつもりではいるんですけども、やれてる人って初日から売り上げを上げるんですよ。やっぱりね、初日から売り上げ上げて、その売り上げをもとにプラスアルファの売り上げをまた立てていくっていうかね、一つの事象をいろんな角度から切っていくんですよね。だからね、難しいと思いますよ。凡事徹底っていう意味を捉えていくこととかね、一点集中っていうのを意識しても結局一点集中じゃないしみたいなね。でも本当にね、私何度も言いますけども、家族と会話しないぐらいの勢いでやらないとダメですよね。で、吉田さんはね、鹿児島に行くっていう決断をしたわけなんですけども、このぐらいの思い切りがいるんですよ。要するに昔その空手のね、大山スタツっていう極真空手の創始者が山ごもりをして、人に出会っても親しくしないように眉毛をね片っぽ剃って、人前に出たら恥ずかしいみたいな状況に自分を追い込んで、あとは一人でずっと鍛錬したんですよね。やっぱそういうそのぐらいのことがやっぱり現代でもビジネスマンをするんだったら必要なんですよね。で戦国時代、まさに本当にどんな状況の時でもいつもね、勝っていかなくちゃいけないんですよ。ビジネスってのは仲良しクラブじゃないですからね。勝っていかないといけないんですよ。誰かからお金を分取っていかないといけないんですよね、はっきり言って。それがね、なんか誰かに物を売るのが悪いとか、誰かに商品をこういうふうにね紹介するのがな気が引けるとかっていう、こんなねビジネスマンとしてはどうしようもないような感覚があるから、目の前の人に物が売れないし、セールスもかけられないし、なんとなく何かの役に立つだろうと思って行動をね量産してるんですけども、その量産自体は悪いことじゃないんですよ。YouTube で広告収入を得るんだったらそれは量産した方がいいと思いますけども、もうそもそもね、そのやる動機が本当に吉田さん言われたようにちょっといっちゃってるっていうかね、買って終わりじゃダメなんですよ。でただやるだけでもダメなんですよ。そこにあらゆる角度からの工夫をして、一つのね商材をしゃぶり尽くしていけばもう他のはいらないんですよね。だって結局商材買うのが好きなわけじゃないわけですよ。お金欲しくてやってるわけじゃないですか。お金が欲しいと思ってるのにお金くださいって今年何回言いましたかってことなんですよね。今年これは35万8千円ですって何回言いましたかとかね、これ19万8千円ですとか何回言いましたかとか、398円ですって何回言いましたかってことなんですよ。きっとお金稼げてない人って言われてはいるけども、支払ってくださいって言われてはいるけども、これ支払ってくださいって言ってはいないんですよね。その世界の誰がお金くれるんですかって話ですよ。だからね、ビジネスをする以上セールスっていうタイミングは常に持っておかないといけないです。365日24時間、誰に会ってもこの人からはいくらもらえるかなって考えるのがセールスですよね。で吉田さんのやっぱり行き切ってるところってのはそこなんですよね。やっぱりこう自分のお金を返すために本気で商品作って、本気で商品売って、本気でサポートしてるんですよ。この本気の一気通貫ですか、これなんですよね。でも多くの方は本気で勉強してるつもりなんだけども、本気でビジネスはしてないんですよ。なぜなら本気で誰にも売ってないんですよね。売らなければ売り上げなんて上がらないですから。ただそれは商品買ってお客さんだって終わりですよね。そういう人にはね、いろんなところから商品を勧められますよ。で全部いいように見えるんですよ。実際いいものばかりなんでね、今の時代。そうすると片っ端から買って終わりなんですよね。そういうことになりますんで、用心してほしいなと。まさに戦国時代で騙して人からお金を取るって人はもうほとんど今の時代いないんですよ。で本当にどんな商品も役に立つから売ってるわけなんですけども、ただ手にした人がそれを役立たせていないっていうかね、食材の例もありましたけども、本当産地直送のピカピカのキャベツとかね、人参とか、それから大根とかね、持ってきてるのにそれをね煮込まないんですよね。包丁も入れないんですよ。ただ遠くで眺めてるだけなんですよね。こうやって触って、おいいなって思ってるだけなんですよ。それじゃあちょっとね、いい料理はできないですね。しっかりと今持ってるもの、手持ちのカードで十分です。新しいものに手を出す必要はありません。手持ちのカードだけで十分。特に40代とか50代の方、もう新しいことしなくても大丈夫です。そこまでの人生で必ずお金をねひねり出すものがありますから、もし分からなければ私がそれはねお伝えしますんで、ご相談ください。誰にでも
人に価値を感じさせるものがあります。いってらっしゃい。